今日は16話シューズウェアに求めるものとはです。はい、うん、3月にミズノからウェアシューズ新しいものが発売される予定になってるんですけど、うん、私たち結構ミズノにシューズウェアでもう中学生ぐらいの時からだいぶお世話になってて、うん、結構いろんな種類のウェアシューズを、着たり履いたりさせてもらってるので、今回は、まあ、私たちが使用した感覚だったり感じだったり感想っていうところを、皆さんにお伝えして、水のウェア水のシューズの何がすごいかっていうところをちょっとお話しできたらなと思います。はい、愛ちゃん、なんかウェアでなんか、うん、おすすめ店とかある？おすすめっていうか、私が、まあ、あくまでも自分が現役の時とかは特にね、こだわっていた部分としては、こうやっぱりそのプレーするにあたって結構ね、いろんな、まあ、いろんなとこ動かすけど、うん、袖回りだったり、うん、こう胴回りだったりとか、うん、結構その私はあんまりこうダボっていうか、ゆったりとしたのがあんまり好きじゃなくって、それってよくさ、肩とかもさ大きすぎたりすると結構肩まくるっていうか、上に上げたりとかさ、いちいちなんかしなきゃいけなかったりとか、うんうん、あとは私なんかはサーブ出す時に結構サーブやね、うんうん、お腹の方にぶつけるとそれが大きくすぎると引っかかっちゃって、そうあるある、なんかちょっとうまく出せなかったりとかっていうのもあったりとかしたから、うん、なんかなるべくその体にそういう、なんだろう、自然とフィットっていうか、うん、するような感じで、あと肌なじみのなんかいいもの、こう安心感のあるそういう素材だったり、うん、だったりとかっていうところを私はね、そういうとここだわったっていうか、なんかなるべくそういう違和感を取り除いてプレーができるようにっていうのを思いながら、うん、そうだね、そう選んだりとか、そうだね、そこを求めてたかなって思う、うん、あそこは特に、まあね、水野の上は長く着させてもらっていて、すごい本当にプレーにこう特化していろんな 機能をこう持ってて、どん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 こう良くなっていくから、うん、それに伴って自分のパフォーマンスとモチベーションも上がっていくみたいな感覚はあったかもしれないね。冷麺も結構 かなりさ、やっぱ大きく振ったり動いたりするから、ね、めちゃくちゃね、こだわってるとか大事にいろいろ考えてると思うんですけど、うん、そう、やっぱり女子の選手の中でもなんていうの、スタンス、足のスタンスって結構広い方やと思うから、うん、まあ最初ちょっと抵抗があったスコート、うんうんうん、スコートなんかはちょっとなんか見た目的には私似合わへんやんとかって思いながら思っててんけど、いざ履いてみると、うんうん、めちゃくちゃ動きやすくて、特に、うん、もう卓球してる人なら分かると思うけど、フォアに大きくこう飛びついて足をこうグッとクロスさせるときなんかめちゃくちゃ動きやすくて、冷麺ならではの動き方ね、なんかね、短パンだとこの太ももと太もものところに やっぱなんていうの、生地があって、 そこがこう、うん、突っ張るというか引っ張ってこう、ね、うん、大きくグッてこう交差、足が交差できひんねんけど、うんうんうん、スコートは中がなんかスパッツタイプになってるものとかだと結構、うん、なんていうの、生地が柔らかいから、うんうんうん、ガッてこういけるんやんか、うんうんうん、で足もなんかこう高くこう股関節が動くっていうか、うんうんうん、なんか動きやすくて、うんうん、あとはなんかカット打ちしてる時とか腕を結構ガッて振り上げると、うん、こう脇が上がるやんあ、そこの脇のところの生地がこう、うん、なんていうか、生地が違う素材使ってるものとかがあって結構上げやすくて、うん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 、結構ドライブを連続打っててもなんか突っ張らへん、うん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 、引っかからへんっていうのが結構好きやった。そうだね、大事だよね、やっぱり、うん、なんか卓球では本当ほんのちょっとのなんかズレとかでやっぱりそのプレーが大きく影響してくるから、うん、そこのほんの些細な部分ってすごい大きくて、うん、そう、これも完全に私のさ、まあ、プレースタイルとかもあるし、うん、好みとかもあるからあれやねんけど、やっぱ、うん、そのレディースタイプのものを着ると、うん、袖感の丈感が結構好きで、うん、さっき言ったみたいに、うん、愛ちゃんが言ったみたいにさ、巻くこうちょっと腕に引っかかる、なんていうの、生地が引っかかるわってこうやってまくらなくても、うんうん、ちょうどいい丈感っていうかさ、で
なんかそこを気にせず、余計なことを気にせずプレーできるからさ、なんか、かなりそう無駄なことを考えずにプレーに集中できるっていうところが結構好きやった。そうだよね、なんかシルエットが綺麗なのにすごく動きやすくてすごい楽で、本当に伸び伸縮性だったりとか、あと、うん、よくさ海外ではさ洗濯自分で手洗いしてたけど、速乾、うんうん、性, 性がやっぱりいいからそうそうすごい助かったよね。そうそうそうめっちゃ助かった。結構なんていうの、乾燥対策で、うん、もうユニフォーム手洗いして絞りを、うん、そんな強くせずに結構水がボタボタ垂れるぐらい干しても結構乾燥、あのなんていうの、すぐ次の日には乾いててみたいな、うんうん、そう結構 ありがたいよね。そう、ありがたかった、うんうんうん、確かに手洗いやったもんな。うんうんうん、ほんとほんと、そういうところは本当に、まあ、だんだん良くなっていってね、うん、本当に。そうで、私こう、まあ、ウェアとはちょっとあのまた別やねんけど、ウェアの中のインナーでバイオギア着ててんけど、うん、これもめっちゃ良くて、めいめい、そうね、着てたね、めちゃくちゃ。いや私腹筋の肉離れしてから、うん、結構そういう、うん、なんていうの、疲労とか、うん、筋肉に対してのいたわりを持つようになって、そうだから、そうだよね、うん、そうだから、あのユニフォームの下にバイオギアを着るようにして、うんうん、結構疲労を、うん、なんていうの、抑えるようにちょっと意識してみたりとか、うんうん、そう、あとはなんか疲労回復とかにもなんかちょっといいのかなって思ったり、もうこれ完全に自分のこうバイオギアへの愛やと思うんだけど、うんうん、そう結構お世話になって、うんうん、で最初はなんか試合の時だけ着ててんけど、だんだんやっぱり年齢重ねると日々の練習でもこう疲労が溜まってきたりしてくるんやろうなと思って練習でも着るようにしててんけどさ、うん、あれ結構ねおすすめなのよ、うん、あーそうね、いいかもしれない。冬は結構ねあったかいし、あったかい、そうだね、うん、でじゃあ夏暑いんじゃんとか言って汗かいてこうベトベトするんじゃんって思うねんけど、うんうん、結構だからそれも速乾性があって、うんうん、なんかそんなベトベトせえへんっていうか、うんうん、なんかユニフォームと体がなんか汗かきすぎてなんかペチャってくっつく、うん、なんか嫌な思い出とかあってんけど、うん、そういうのも全くなく、うん、そうバイオギアもね実はおすすめなのよね。そうだよね、なんか変にもう一枚変にこう重みもないし、なんかろう、うん、そう自然とウェアと両方重ねて着れるっていう、うん、いいよねかなり。そうそう着てた着てた、レイメそのイメージある、着てたやろ、着てたよ確かにそれがまた似合うんだってかっこいいって。いやいやいや、いやだから、うん、海外でもやっぱ手洗いでもやっぱりバイオギアもウェアもすぐ変わってくれるから、うん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 、手洗いもなんか頑張れた。うんうんうん、そうだよね、うん、ありがたいね。そう、いやあとはシューズはどう、シューズ結構シューズこだわってんじゃない、ね、ちゃん。シューズは私そうね結構足首が中学生ぐらいからもう弱くて、はいはい、うん、グラグラしてて、グラグラでしたそうサポーターしたりテーピングしたりっていう中で最初やってたから、なんかやっぱりシューズも、うん、ちょっとやっぱ足首のサポートをしてもらえるような形で、うん、まあ、特別に作ってもらったりとか、うん、だからちょっとやっぱりミドルカットぐらいかな、少し高くしてもらって、うんうん、そういうところでやっぱり、まあ、安心してとか安定感を、うん、安定感を求めたかな、うん、そこ、うん、足首、あとは結構私足のね裏がなんかね多分薄い、皮が薄いのかなんだかわかんないけど、うん、あと足の形、指の形とかがちょっとね、うん、なんか、うん、変だったり、人と違う、そこも人と違う、あ、うん、あとね、ちょっと人と違う、ね、いや、指長かった、指長かった、いや足の指いや、なんかもう冷麺がすごい羨ましくて、冷麺のあの足の裏の感覚だったり足の裏の力だったりとかその使い方っていうのは私は全く指が動かないのでなかなかだからそううまくこう地面を掴んだりとかっていうのができなかったりとか、やっぱり安定感がないっていうかっていうのがあったから、でそうで薄かったりするから結構ちょっといっぱい動くとあの豆っていうか水ぶくれがすごいできやすくって、だからなんかクッション性だったりとかなんかそのそういうところをとかもちょっと自分の中ではこだわったりとかもしてたかなって思う。だ基本結構卓球選手ってさ、まあ、ミドルカットの選手も少ないし、うん、なんていうの、靴底が結構薄いのが好む人結構多いやん、
で 足の裏の感覚、床をこう掴んだり蹴ったりする感覚がこう掴みたい人が多いけど、愛ちゃんちょっと違かったもんな。なんかどっちかというと厚めというかさ、そうだね、うん、そういう感じだったかも。そうそう、そういうの履いてるイメージめっちゃあるわ。あ、そう、冷麺なの、うん、めちゃくちゃこだわるでしょ、シューズ。いやー、シューズはもうラケットラバーの次に大事と思ってるから、うん、そうだよね。まあ次というかもうほぼ同じぐらい重要と思ってるから、うんうんうん、でもシューズ、まあこれも私の完全なるあの意見やねんけど、シューズを選ぶときって、うん、もうこの一発目パンって足入れた瞬間、自分のなんていうの、足の形にフィットしてるか、うんうんうん、このまあ、自分の好みも完全あると思うねんけど、うん、もうこの感覚結構重要で、うんうんうん、やっぱり自分に合ったもの、好きなものっていうのは、あ、履いた瞬間、あ、これいいかも、なんかね、なるよね、うんうん、そうそうそう、そうだよね、でそっから、まあ、動いてみて、いろんな動き、前後左右動いてみて、うん、こう靴の中での微妙なこの動きがうん、あるかどうか、全く動きがないのも嫌やし、うんうん、動きすぎると次のなんていうの、戻りも遅くなるしみたいな、うんうんうん、そういうところのなんか自分の中でチェックをして、そこも OK ってなってくると、うんうん、あとはさっき言った靴底のなんかこう足と床とのこの感覚とか、うん、あのグリップ感、やっぱり細かい。いや結構重要やと思うねんけど。そうだよね。あとグリップ感、結構グッて止まるタイプか、うんうん、ちょっとスーって滑りながらグッて戻れるかみたいな、うん、あ、冷麺そっちタイプじゃないの？そっちタイプでしょ。グッて止まるとなんか足をこうポキって捻挫しそうな感じして、うんうん、ちょっとこうなんていうの、滑りながらも、うんうん、グッて止まる、そこから最後止まって跳ね返ってくれるみたいな。そうそうそう、跳ね返、そうそうそう、それが結構好きでさ、それ言ってたし、それ分かるし、なんかそれができるのすっごい羨ましくて、私こけちゃってたから、でそれはまあ完全に好み、好みとかタイプとかさ、うんあると思うねんけど、うんうんうん、私はもうその入れた瞬間、足をまず入れた瞬間とか、うんうんうん、あとは土踏まず私ないからあんまり結構扁平足気味な足の形してて、うんうんうん、土踏まずのアーチが少ないから、うんうん、そのやっぱりアーチをこうなんていうの、手助けしてくれるっていうか、うんうん、土踏まずをサポートしてくれるようなその、うんうん、インソールが結構好きやってんけど、そうだよね、インソールめちゃくちゃこだわってなかった、うん、結構やっぱり、うん、なんか大事だよね、やっぱりそうか、うん、自分の足の形に合ったものをこう、うんうん、提案してもらったりしてたけど、うんうん、やっぱ結構シューズ、うん、大事やなって思って、大事や、だから冷麺やっぱより細かいね、やっぱいろんな動きを確認しながらちゃんと最後まで突き詰めて決めるっていう感じ、うん、そうやね、一回やっぱり入ってみて、細かい、いろんな動き、うん、そうそうそう、うん、ここのやっぱなんかここちょっと滑りすぎな感じがするとか、うんうんうん、うんうん、でも今回さ3月に発売されるさシューズのさ、うん、このネーミングさ、うん、見て、ふわ、うん、もちっと弾む柔らかさって、なんかめっちゃこれ冷麺タイプじゃない？そうそう、美味しそうやし、美味しそうやし、なんかさっきの冷麺の話っぽいよね。うん、楽しみ、なんかめっちゃいいよね、ネーミングセンス、うん、よくない？やばい、いい、惹かれる、今時でそう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 、コンビニに置いてるから置いてそうな感じやな、置いてそう、うん、ね、楽しみね、いやそうだよね、もうそれこそさ、その、うん、でもシューズもそうだし、シューズとあと結構冷麺もあるじゃない、紐の結び方とかも結構こだわってなかった、あやっぱ、うん、こだわってるか、まあきつめかもしれない、しっかりなんか、しっかりやってたような気がする、固定するみたいな感じかも、うん、大事だよね、やっぱりこの靴の履き方結構、うん、あの講習会回ってる時とか結構一生懸命伝えててんけど、中高生に、うん、そうだよね、やっぱりさ中高生ってまあこれ講習会ってなんとなく見た感じの印象やねんけど、うん、やっぱりお自分の実際のサイズより結構2センチぐらい大きく履いてる子が結構おってでそのまま靴ひも結んだ状態でスポッて履いて、うん、スポッて抜けるっていうのがやっぱり、うん、まあ楽やんか、一回一回靴ひもほどいて、うんうんうん、また履くときに靴ひも縛ってみたいな、うん、よりやっぱスポッて履いてスポッて抜くみたいな、そういう、うん、あの選手結構何人か見たことがあって、そうだよ、ね、やっぱその履き方っていうの結構講習会の始めか終わりに、うんうんうん、やっぱりかかとで合わせてコンコンコンってかかとで合わせて、でそっからあの靴ひもをちょっとずつこう
何足の先端先つま先の方からキュッキュッキュッって締めていって、うん、最後なんていうの足首のところで一回キュッてこ う, う、ね、なんていうの固定するような、うんまあ、痛くない程度もちろん痛くない程度にキュッと締めて動かんようにして結んでやって結構交渉で言ってた、うん、言ってたね言ってたね、うん、でもやっぱそれだけでも違うよね、うん、全然あ全然違うし、うん、やっぱそこであ僕私めちゃくちゃ大きくないですかみたいなつま先がめっちゃ余ってる選手を、うんうん、いっぱいおって、うん、あもし次なんかあのシューズがこう古くなったり、うん、傷んだりして買い替えるタイミングがあったら、うん、ちょっとサイズ見直した方がいいよとか言って、うんうん、声かけたりしてたけど、うんうん、結構そういう選手多くて、うん、なんかこのラジオ聞いてるもしお母さんお父さん方がおったら、うん、子供さんとかねもし教えてる指導者の方とか、うん、ちょっとそこも注意して見てもらえると、うん、なんかその後のフットワークの動きとか、ね、絶対ちょっと速くなる、ね、これは日浦さんが言ってるのでねこれは説得力ありますよ。いやいや本当にこの 0.01 秒例えば速くなってこのラリー中でそれだけ速くなったらめちゃくちゃ速、うん、くなったように感じるし、うん、多分ね試合でも有利になると思うから、うん、これはね熱く伝えたいみんなに。うん、そうね。そうね。ってことでね、うん、やっぱシューズとウェアは本当今言ったように、ね、用具の次に大事っていうぐらいのもんなんで、うん、本当まあこれからもさらにこう自分に、まあ、最適なものを選んで、はい、で、うん、まあさらにいいパフォーマンスと、うん、まあモチベーションアップに皆さんもねつなげていってもらえたらいいかなと思います。はい、参考にしてください。はい、ここまでゆるっとお届けしてきましたがいかがでしたでしょうか。聞いてくださってありがとうございました。番組の感想は概要欄に貼っているリンクから送っていただけます。質問も受け付けていますのでたくさん応募いただけると嬉しいです。では今日も一日お疲れ様でした。今週1週間ピンポンと頑張りましょう。